環境道は、李氏朝鮮の行政区分、朝鮮八道の一つ。1467年から1470年までと1498年から1896年まで、使われていた名称。1896年に、環境北道と環境南道に分割された。西を平安道と接し、南を関門道と接し、北は中国と国境を接していた。 環境道という名称は、主要都市の港州と鏡城から取ったものである。朝鮮半島の東北部に位置し、朝鮮三国時代の一国である高栗が領有しており、後に北海が領有した。北海が滅びると北部は、女神族の地となり、朝鮮半島の王朝が占有していたのは南部のみとなった。高麗末期から、李氏朝鮮初期にかけては、東北面と呼ばれていた。 大操十三年に長吉道と改名され、道に組み込まれる。さらに大操十六年みな吉道に改名された。初めて環境道という名前が出てくるのは清祖十三年であるが、清春元年に李世愛の乱に加担した李中和の出身地、観光が府から軍への格下げと観察支援も栄光に移されたことから栄安道と解消された。栄安道から 環境道に、再び解明されたのは縁、山ん4年4月4日である。ありがとうございます。